長岡市立千住小学校は、新潟県長岡市に所在する市立小学校である。愛称は、千住。開学は1872年1月5日、開校、創立は同年6月24日。児童は、光っ子として親しまれている。制定、1922年最長、1970年5月作詞、多枚作曲。 田村1872年1月5日、柏崎県千住町村の新州、長恩寺の道具を借用して、千住町村教育所を寺小屋として開設する。これが千住小学校の開学である。1872年1月5日、初代室長を経た初代校長が着任する。1872年4月17日、柏崎県千住町村。 大技た千住百十五番地に、千住町村教育所の初代校舎が竣工、完成する。1872年6月24日から4月に、竣工した校舎で授業が開始されたことにより、長温寺からは、独立し、寺小屋から独立したこの日を、創立記念日とする。1872年11月2日中島線1 8 5番地に、 文工中島校を設置し開設する。1873年4月千住町の近隣にあった宮原村に夜間学校を開設する。1873年12月千住町村教育所から柏崎県第3中学区公立第23番小学へ校名を変更する。1874年11月25日創設村の安用寺を借用して、 千住附属創生津港を設置し開港する。1874年11月25日、宮原村に千住附属宮原港を設置し開港する。1878年5月、千住附属宮原港を柏崎県第三中学区公立第23番小学に統合する。1879年3月、 戦住附属創生図校を柏崎県第三中学区公立第23番小学に統合し、文校の設置が終了する。1879年9月、教育令の発布により、小学課程を上等科を3年、下等科を3年とする、前科6年12級に改める。1880年11月小学区の改正により、 新潟県第3中学区公立第23番小学から新潟県第7中学区公立第3番小学専事校へ名称を改める。1881年7月、初等化、中等化の設置に伴い新潟県第7中学区公立第3番小学専事校から新潟県第7中学区第3小学区長村立専事校へ名称を改める。 1884年7月3日から高等化を新設する。1885年5月9日から小学校の当院が制定され、当院が高等に指定されたことを受けて、新潟県第七中学区第三小学区長、村立選事校から、新潟県越群第三小学区公立選受小学校へ名称を改める。1887年4月1日から、 新学校令により、新潟県越志郡第三小学区公立千住小学校から、新潟県越志郡村立尋常化千住小学校へ、名称を改める。1892年4月1日新潟県越志、郡村立尋常化千住小学校から、新潟県越志郡町立選受尋常小学校へ、名称を改める。1896年2月29日、 千住町村と創生津村が校内に共同で学校組合を設置されたことを受けて新潟県越市郡村立尋常化千住小学校から新潟県越市郡組合立千住尋常小学校へ名称を変更する。1899年から2か年の補修化を付設する。1900年3月31日、補修化が廃止される。1900年4月1日、 高等科が設置される。1900年4月1日、高等科の設置に伴い、新潟県越群組合立千住人場小学校から新潟県組合立千住人場高等小学校へ解消する。1901年4月1日、高等科の修行年数を2年から4年に変更する。1901年10月21日校舎の改築工事が完了し、 春工式を挙行する。1901年11月1日長岡町など5つの町村合併に伴い、新潟県組合立千住神城高等小学校から新潟県越群町立長岡千住神城高等小学校へ名称を改める。1904年9月25日、この日をもって高等課の設置を終了する。1904年9月26日、 長岡高等小学校の開学に伴う高等科の設置終了に伴い、新潟県越群町立長岡千住神城高等小学校から新潟県越群町立長岡千住神城小学校へ名称を改める。1905年4月1日新潟県越群町、岡町立中島神城小学校の廃校に伴い、学区の変更が行われる。 1906年4月1日長岡町の市政施行に伴い、新潟県腰群町立長岡千住人城小学校から新潟県長岡市千住人城小学校へ名称を改める。1913年3月31日、長岡高等小学校が廃校され、高等科が1905年に廃校になった新潟県腰群町立中島人城小学校に、 設置の上、新潟県越志群町立中島神城高等小学校が新設開校されることに伴い、新潟県長岡市千住神城小学校の学区が一部変更される。1914年12月26日、電話線が仮設される。1915年2月29日、3年生以上、生徒を対象に衛生と南洋の建築、風俗、 風景の検討会を開く。1922年10月30日学生発布50周年、記念日を迎えたことを祝して、記念寺を植樹する。1923年3月31日、授業の終始を知らせる職員による、転章をこの日をもって廃止する。1923年4月1日転章に代わって、伝令の使用が開始される。 1941年4月1日、国民学校令の発布に伴い、新潟県長岡市千住人城小学校から、新潟県長岡市千住国民学校へ名称を改める。1942年3月27日1942年4月1日、東千住町に新設予定の新潟県長岡市、東千住国民学校の新校舎に、 新潟県長岡市千住国民学校から一部の備品を移動させる。1942年4月1日東千住町の長岡工業学校跡地に東千住国民学校が新潟県長岡市千住国民学校から分離開校する。1942年6月24日創立70周年を迎えたことを記念して式典が挙行されたほか、 歴代の校長見学の除幕式を挙行する。1944年ショっつる給食を開始する。1945年8月1日、長岡大空襲により、戦時国民学校の校舎が全焼する。1947年3月31日、この日をもって戦時国民学校としての歴史に幕を閉じ、それと同時に1942年に、 長岡市千住国民学校から分離開校した東千住国民学校が5年の歴史に幕を閉じる。1947年4月1日から1942年度に分離新設された東千住国民学校が千住国民学校に統合され、これに伴い千住国民学校から長岡市立千住小学校へ改称する。1947年4月。 長岡市立千住小学校の校舎春行式を挙行する。1951年完全給食を実施する。1952年、登校舎が春行する。1958年北校舎、中校舎、児童昇降口が春行する。1960年正面昇降口、鉄筋校舎、給食室、東便所が春行する。 1962年プールが竣工する。1963年理科室が竣工する。1964年知的障害児学級を開設する。1970年言語学級を開設する。1973年創立100周年を迎え、それを記念した式典を挙行する。1975年難聴学級を開設する。 1982年から身体育館が竣工する。1984年上著障害児学級を開設する。1985年鉄筋製の特別教室棟が竣工する。1986年学校給食部門において文部省文部大臣賞を受賞する。1987年中越音楽教育研究大会を開催する。 1988年、新潟県特殊教育研究大会兼中越地区研究大会を開催する。1992年創立120周年を迎えそれを記念した式典を挙行する。1993年、良い派の学校有料校を受賞する。1994年中越国語教育研究会を開催する。1995年第44回。 北陸4県数学教育研究長岡大会が開催される。1996年第1回児童会光フェスティバルが開催される。1996年どんぐり文庫を開設する。1997年体育館ステージを増築する。1997年文部省小学校教育課程研究指定校に選ばれる。1998年。 文部省、小学校教育課程研究指定校1998年、複合遊具が完成する。1999年中越社会科研究会を開催する。2000年新潟県障害児教育研究大会県中越地区大会を開催する。2002年創立130周年を迎えそれを記念した式典を挙行する。2002年図書館整備事業を行う。 2002年八幡野球部が新潟県大会で優勝し全国大会に出場する。2003年全国上芝居祭り長岡大会で当時の5年生が大型上芝居を上演する。2003年校舎管理棟外壁の塗装工事が行われたほか屋上フェンスを撤去する。2004年10月23日中越大震災により臨時休業となり、 被害を免れた体育館が避難所となる。2007年給食業務を民間に委託する。2007年から1階の児童用トイレを改修する。2008年から新しい児童会館が制定される。2009年老朽化した管理棟の建て替え工事が開始される。2010年現在の管理棟が竣工する。ありがとうございます。